愛媛 CATV どこでも使い放題、工事不要のインターネット、イーネットエア。6月1日松山市上野町の県総合運動公園で県高校総体テニス競技の男子団体戦が行われました。テニス競技男子団体戦では県内の30の高校が出場しました。決勝に勝ち残ったのは新田高校と松山北高校。白熱した試合の結果、優勝をつかんだのは2-0で新田高校でした。見事10連覇達成です。これまで先輩たちが築いてきた連覇を、僕たちも、続いて、連覇することができたので、本当に、嬉しく思う反面、その試合途中途中で、その圧倒的な力を出せ切れなかったところだったりとかあったけれども、やっぱりその全員の力で勝ったことは本当に嬉しく思います。今以上にもっとチーム力を上げて、全員の力で、個人個人の力も上げていって、本当に四国総体もインターハイも優勝をもぎ取れるように頑張っていきます。インターハイ優勝もぎ取るぞ。おー、今後四国総体インターハイに向けて期待が高まります。